平成23年7月11日月曜日午前、総理大臣官邸で社会保障改革に関する集中検討会議を開催し、民間幹事委員と意見交換を行いました。夕方、第11回となる新成長戦略実現会議を開催し、成長型長寿社会、地域再生の実現に向けて話し合われました。長寿化、人口減少というものをどのようにある意味で前向きに捉えて対応していくのか、大変これはこれからの世界のいいモデルを作りきれるか、それともそれに失敗するかという大変重要な課題だと思っております。12日火曜日午前、衆議院東日本大震災復興特別委員会に出席し、原子力損害賠償支援機構法案について審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。夕方、総理大臣官邸に戻り、第5回となる食と農林漁業の再生実現会議を開催し、我が国の食と農林漁業の再生のための中間提言に向けて話し合われました。単に、従来の在り方を総合についてでありますが、戻すということを超えて新しいモデルをこの東北地方から作り出すことで、日本の農林漁業のまさに新しいそのスタートになるように、ぜひ再開されたこの会議を活発なものにしていただきよう心からお願いして挨拶とさせていただきます。13日水曜日午前、総理大臣官邸で福島県双葉郡大熊町の渡辺町長、石田町議会議長らから原子力発電所事故の収束復興支援に関する要望を受けました。午後、月例経済報告等に関する関係閣僚会議に出席しました。夕方、東日本大震災の発生から4ヶ月が経過したことを受けて記者会見を行いました。私としては、これからの日本の原子力政策として、原発に依存しない社会を目指すべきと考えるに至りました。つまり、計画的、段階的に原発依存度を下げ、将来は原発がなくてもきちんとやっていける社会を実現していく。これがこれから我が国が目指すべき方向だと、このように考えるに至りました。15日金曜日午後、衆議院本会議および参議院本会議に出席し、野田財務大臣から財政に関する演説が行われ、各会派からの質疑に答弁しました。夕方、総理大臣官邸に戻り、アメリカ合衆国のマレン統合参謀本部議長の表敬を受けました。その後、全国知事会の山田会長らの要請を受けました。続いて、国際オリンピック委員会のロゲ会長の表敬を受けました。16日土曜日午後、福島県を訪問し、福島県楢葉町の J ビレッジで原子力発電所事故の収束にあたっている作業員を激励した後、郡山市内のホテルで地元自治体の首長らと意見交換を行いました。